テグ広益市、テグ広益市、テグ広益市、大旧広益市は大韓民国先南部の内陸にある広益市である。ソウル、富山に次ぐ韓国第三の都市である。テグは八甲山や微室山などの高い山に囲まれた盆地であるため大韓民国で最も気温の高い都市に属し、テグは特殊型気候の地域に分類される。都市は 繊維産業を中心に成長し、1981年7月1日、手具市は直轄市に昇格、1995年1月1日、地方自治体が施行され、手具広域市に改称された。東条路や中央路を中心として都心部を形成している。市長所在地は中区東人道一街で、行政区域は7区一群である。 八甲山トラック投稿のイメージを継承化したもので、未来思考的新種性や世界思考的開放性を追求する活気に満ちた都市的イメージを表現している。テグ広域誌のキャラクターは、韓国の伝統的な非天造模様の美的感覚を21世紀の世界的繊維ファッション都市に発展させるというテグ誌のイメージと調和するように継承化されたもので、 繊維ファッション都市を象徴するファッショニーである。色彩が多様なカラフルさを意味し、若く、明るく、素晴らしく、華麗で、活気に満ちた都市のイメージをもたらし、様々な姿の発展的なテグを表している。テグ広域市は7つの区と1つの群でできている。2017年12月31日。 住民登録人口は百万六千七百五十三世帯、二百五十万千六百七十三名で、ある。手グは千三百九十二年から千八百九十六年まで、継承道の道都であり、千八百九十六年に、道制が敷かれて、以来は、継承北道の道都となった。千九百八十一年に直轄市に昇格し、千九百九十五年に、広域市となった。 京商北道庁は2016年に安市に移るまでテグに所在していた。1938年には115.65平方キロを面積としていたが、周辺地域との併合、分離を何度か行っており、広域市昇格時にほぼ現在の面積となっている。テグ広域市庁を参照。読みと各種表記は大韓民国の地方行政区画を参照。人口及び 世帯数、単位、人、世帯。テグたちに祝月上道にて、旧石器時代の遺物である、採石人石器が含まれた遺跡の発掘により、おおよそ2万から1万年前からテグに人が住んでいたことが推定される。テグの昔の名前として、タボル、オーバツ、タルボル、タッシバツ、タルブルソン、タッシドル城、タルクボル、トールクバツ、タルクハ、トールクカテグ、オ岡オカがある。 そのうちタルクボル、トテグ、ダイオカが有名である。これらは古代朝鮮の固有語の恩赦で、おおむね、大きい原野などの意味となる。757年、白木慶徳王十六年、家軍は受賞軍へ、タルグファヒョン、登録家兼、登録罰と呼ばれていたものは、大岡兼に改称された。高麗時代は、コトブキ城軍と呼ばれ、千百四十三年、 駒仁市州21年、大岡県は、県霊館に昇格し、川浜県、花園県がこれに属した。李氏朝鮮の時代より、大岡は、京州道北部地域の内行政上、経済上、文化上の中心都市へと変わっていった。18世紀に、大岡から、現在の漢字の手具に書き換えられている。これは、岡が、樹家の子祖、孔子の意味名であり、 それに配慮し、急に置き換えたとされている、引き、長年にわたって、継承道官営の中心地的位置を享受してきた、大岡は、1895年、朝鮮公衆32年、継承官営が廃止されるとともに、テグ軍へと改変され、不調所在地となった。日本統治時代、1910年に、テグ軍は大久府に改められ、1914年に、 テグフとトール上軍は分離、独立後の1949年に、テグフはテグ市になっている。8.15降伏後、テグは海外機関同胞と、ベトナム避難民の定着により、人口が急激に増加し、大韓民国の大都市として成長した。1950年7月16日、朝鮮戦争により8月17日まで、大韓民国の臨時首都とな、 1981年7月1日、京商北道手具市が手具直轄市へと昇格した。1988年1月1日、西区及び南区の一部をもって達紙西区が設置され、1995年1月1日、地方自治体が施行されるとともに手具広域市に改めされた。また、1995年3月1日、達紙上群全域を 京症北道から編入し、現在のテグ広域市は883.56平方キロメートルに拡大された。さらに、テグは2002年 FIFA ワールドカップ本戦、2003年夏季ユニバーシアードを開催した経験をもとに、2011年テグ世界陸上競技選手権大会、2012年第93回全国体育大会、 2013年テグ世界エネルギー総会が開催された。以降、2015年代7回世界水フォーラムを開催したテグ市は水産業の中心地として位置づけられている。テグは標高が高く規模の大きな山脈に囲まれている盆地である。北側には八甲山、1193メートルの山脈が、南側には美出山、 1084メートルの高い山並みが連なっている。また、新川が南から北へと流れ、北側で金湖港と合流する。手ぐし街地は新川を中心に両側に広がっている。全体的な降水量は少ない。最高記録気温は摂氏40度、最低記録気温は低、摂氏20.2度にまで達したことがある。テクは大韓民国で、 夏の平均気温が高い方である。1942年に大韓民国で観測以来最も高い最高気温である摂氏40度を記録した。2015年テグの地域内総生産 GRDP の規模は48兆8、690億ウォンであり、前年比2兆3、453億ウォン、5.0%増加した。また、 一人当たりの個人所得は1975万、ウォンに増加した。1995年、テグとトール上群の統合により、農業の基準が高くなった。2015年基準の農家号数は16,571号、農家人口は44,542人、農家地面積は8.291ヘクタールである。 楽東港と金庫港を持つ多市場群地域で米が多く生産されたが、現在は金庫農業や楽農業の比率が高くなっている。テクは昔から交通の要衝であり、峰南地方証券の中心地として発達し、李氏朝鮮の時代にすでに全国三大市場の一つであるサイモン市場と薬礼市がなお響かせた。2017年基準では、 テグには9つの百貨店と21の大型スーパー、7つのショッピングセンター、151カ所の登録市場、1つの総合流通団地がある。テグは韓国の代表的な内陸工業地域として、主従産業であるセニー、金属、機械工業分野で成長してきた。過去に繊維業者数が全体の事業体のうち半分程度を占めるほど、 繊維工業に偏った構造である。しかし2017年テグ市の全体の産業団地内の業者数は機械、金属工場が3882カ所、繊維工場が1736カ所と割合が変化した。テクは未来先端医療リード都市、未来型自動車リード都市、ICTI t 基盤のスマートシティ、クリーンエネルギーグローバルハブ都市の助成を通した。 新生町産業の育成を行っている。未来型自動車産業分野では、電気商用車生産工場建設の投資協約、大道工業ルノーサムスンコンソーシアムを通じた一ン級の、電気商用車の開発及び生産確定、自動運転車テスト運行団地の指定、国土部、電気自動車の普及及び充電インフラ構築など、未来型自動車リード都市としての基盤を作り上げている。 スマートシティ分野では、新たな成長動力として発展させることのできる地域革新プラットフォームである、テグ型スマートシティを助成するため、ICTI と、モノの,のインターネット融合技術整理力の確保、SW 融合産業育成、ICT 融合、複合スポーツ産業の育成を行っている。医療産業分野は2018年まで15の国策研究機関、 130の医療企業、4300の療質の働き口を作り、25000人の医療観光客誘致を目標に、メディシティテグの女性に力を入れている。また、先端医療複合団地のグローバル水準の発展や、医療観光の拡大などによって、テグを世界的なメディシティへと発展させている。 クリーンエネルギーのグローバルハブ都市女成のために2030年まで新再生可能エネルギー20%以上普及エネルギー消費量を15%削減することを目標にエネルギー新産業のテストベッドを構築分散電源及びエネルギー効率の極大化地域エネルギー関連産業の育成などを継続的に行っているテグの祭りはカラフルテグフェスティバル 国際ミュージカルフェスティバル、テグチュメクフェスティバル、テグ国際オペラ祭りがある。カラフルテグフェスティバルは、毎年5月に開かれる、テグ広域市の代表的な市民の祭りであり、様々な文化芸術体験イベントや華やかなパレードを誇りとするテグだけのフェスティバルである。ユネスコ音楽創造都市に選ばれたテグは、大韓民国唯一の国際ミュージカルフェスティバルである。 ディンフを2006年から毎年開催し、テグ市民は、もちろんのこと、世界と共にミュージカルを楽しむことができるようにしている。また、チメクフェスティバルは、テグを代表とするチキンとビールをテーマに作られた祭りである。毎年100万人の観光客を誘致しており、チキンやビール、体験コーナーなどで、観光客の五感を満足させるフェスティバルである。テグ国際オペラ祭りは、 テグオペラハウスの開館を機に、毎年9から10月開催され、テグ市の豊かな音楽的能力を活用し、文化コンテンツの開発を通して、他地域とは異なった祭りを作り上げるために、テグ広域市が開催している。テグ広域市の定位間別観光コースは、テグタイムトラベルコース、こんなにいいとは、コース、近州鉱山のんびりコース、八甲山ヒーリングコースの4つの観光コースがある。 テグタイムトラベルコース、E ワールド、83タワーサイモン市場サムスン、紹介戸籍、リ・ヘイテツフルヤから、近代横丁薬霊主登場路、根高石通り、パンチョン市場。こんなにいいとは、コース、アップヤマテンボー大ケーブルカー、ことぶき城地トゥランキル、スパバレーマイナスヒルクレストテグ美術館、テグスタジアムシ,カドショ書院、トール城寒日有効館、 金州鉱山のんびりコース、ザーク、皇帝高齢福楽東工自転車道テグ、樹木園馬飛び亭壁画まうる美術山、岩海流国立テグ科学館同等書院。八甲山ヒーリングコース、カッパウィキリカジ、テグパンチャ中期博物館、八甲山桜道テグ市民安全テーマパーク。テグ市の観光資源を広く知らせるために2000年12月2日に、始まった。 シティツアーは各種文化遺跡、観光地、市政の現場などを巡り手具の文化や歴史、観光地などを見学することのできる観光体験プログラムである。定期コース1コース、八甲山県、フロードー古墳群、大鳥舞公園霧りかパンチャ中期博物館、新高市県将軍遺跡地。2コース、美室3県、原風隠し12旗。 旅客道島書院美出山自然休養林、ユチゴン将軍五国記念館原風石高利湖。3コース、花園県、ガツ、谷歴史博物館手口木園、花園トンさん、南平文市本里与居地流園寺。4コース、寺、伊達、鎌か県、鹿道書院、ヒルクレスト、旧ハーブヒルズ、テグスタジアム、テグスポーツ記念館トンさん堂喜びす、再祀総家。 5コース、多古コ県、環境施設公団、広明大学編素博物館、広明艦学村、梅谷浄水城陸新ホコラ。6コース、都心県、薬霊視館医薬文化館トール城公園、テグ教皇国立テグ博物館亀岩書院。テグは、バス、地下鉄が主な交通手段である。外部地域及び国会は、航空、鉄道、バスなどで移動可能である。 テグ国際空港は民間航空と韓国中間米空軍が共に使用している軍民療養空港である。東テグ駅から 3.5km 離れた場所に位置するテグ国際空港は列車と連携して大韓民国全域を移動することが駅である。特にテグ国際空港は京山、栄川などの周辺都市まで車で30分、ソウルまで高速列車。 KTX で1時間40分、富山まで40分で移動することができる。2018年現在のテグ国際空港国際線の主要路線は、東京、成田、札幌、大阪、沖縄、福岡、上海、北京、新洋、三和、台北、香港路線が運行中である。東アジア地域は、バンコク、ダナン、セブ路線が、その他にもウラジボストーク、 グアム路線が運行中である。テグ駅と東テグ駅から、京府線、京北線、テグ線、東海線列車が利用可能である。市内のカーイルの駅のうち、旅客列車が停車するのはテグ駅、東テグ駅のみであり、その他は旅客扱いを行っていない。手具市長に近いのは市名を冠したテグ駅であるが、ターミナル駅は東テグ駅となっており、 KTXSRT は東手具駅のみ停車。同駅にはすべての列車が停車する。ソウル駅まで約1時間55分、富山駅まで45分。京府高速線にキク間の開業以降、手具線は東手具駅始発の列車が大半となり、中央線東海線へ直通する列車が同駅を始発、終着とするものが多い。 テグ駅は経由するすべての一致狭うる無群ァ号が停車する。2020年には、京府線が広域電鉄化され、テグ県広域鉄道が開業予定である。テグ県広域鉄道、2018年4月、亀尾継承区間が工事に入り、2020年、開通予定。工事は2、3段階に分けて三つ人金泉まで。 行われる予定であり、西テグ駅複合の理解センターを建設し、KTX が開通される。詳細は、各線のページを参照のこと。アジア高速道路1号線がテグを貫通しており、京府高速道路など7つの高速道路路線及び5つの国道路線が市街地を放射状につなげている。新川王子、アプ山循環路。 新川あずまなど都市高速道路へ拡充されている。快速、循環、幹線、支線に分かれている。T マネー等の IC カードが利用可能。収入金の分配は、テグ広域市が担当し、バスの運行は個別の会社が行う、巡航強制で運営されている。都市規模に比べて、都市鉄道網が不足した、テグの大衆交通で、市内バスの役割は、 絶対的な位置を占めている。交通カードを利用し、バス、都市鉄道とも下車から30分以内に次の公共交通に乗り換える場合、無料、割引の理解ができる。韓国プロ野球のサムスン・ライオンズは2011年に韓国勢として初めてアジアシリーズを制した。K リーグのテグ FC は全国初の市民 K リーグクラブである。テグスタジアムは 2002FIFA ワールドカップ2011年世界陸上競技選手権大会の会場となった。2003年夏季ユニバーシアードは市内を会場とした。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。